ピアーズ・モーガンは、イギリスの放送者、ジャーナリスト、作家、テレビパーソナリティ。モーガンは1989年に、彼のキャリアをはじめ、フリート街など、いくつかの英国のタブロイド誌、ライターや編集者として、ザサン、ニュース・オブ・ザ・ワールド、デイリー・ミラー及びデイリー・ミラーで活動した。1994年、29歳で彼は、ルパート・マードックによって、 ニュース・オブ・ザ・ワールドの編集者に任命され、半世紀以上で、英国の全国史の最年少編集者になった。2006年から2007年まで、彼は、ファーストニュースの編集ディレクターだった。テレビでは、モーガンは彼自身のトークショーを開催しており、ピアーズ・モーガンズ・ライフ・ストーリーズとピアーズ・モーガン・ライブ、ITV ブレックファストの番組、グッド・モーニング・ブリテンで、スザンナ・リードと共演。 アメリカズ・ゴット・タレントとブリテンズ・ゴット・タレントというタレント発掘番組で審査員をした。2008年に彼は米国のセレブリティ・アプレンティス第7シーズンを獲得した。また、モーガンは4巻の回想録を含む8冊の本を書いている。デイリー・ミラーで働いている間、同志がニューズ・インターナショナル電話盗聴スキャンダルに関係している機関に担当していた。2011年、 モーガンは電話をハッキングしたことや、私の知る限り電話のハッキングから得られたストーリーを公開したことを否定した。翌年、彼はブライアン・ルースン議長によるレベソン調査の結果、電話ハッキングについてのモーガンの証言でなされたコメントは全く説得力がないとされ、それがマスコミで行われていることを知っていたと批判された。全体として彼はそれについて、 冗談を言う準備ができていた、犯罪行為に十分に当惑していなかったと語った。モーガンの率直な意見とグッドモーニングブリテンに関する物議を醸すコメントは、オフコムに何千もの苦情をもたらした。2021年3月9日、ITV は、その前々日に、米国で放送された、オプラウィズ・メーガンハリーというインタビュー番組についてのメーガンに対するコメントを受けて、 モーガンを直ちに降板させることを決定したと発表した。ありがとうございます。